結構ね、やばかったです。やばい。あ、前回の動画では米谷さんのリフォーム初日に密着。職人歴20年のプロ上野さんに物件を見てもらい、リフォーム戦略のアドバイスも受けた。引き続き物件の気になる場所を確認していく。で、ここがすごいこうベコベコしてたんですね、はい、でバールで突っ込んで開けてみたら、ネーダーは全然大丈夫で、その木のタイルだけちょっとこうもうへたっちゃって、あのたわんでるだけだったので、まあ、上からコンパネをそのまま貼って、でここふかふかしてたのは、ここ何も空洞で何もないところがふかふかしてただけなんで、その根田がダメになってるとかそういったことは全く影響はないですね、はい、いわゆる一番踏むところに対して、これを支えるものがなかったんで、あの劣化してふわ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 になっちゃったっていう感じじゃないですかね、うん、この現象はよくあります。こういう年式の立った家は、この上に打ち付けちゃう分には問題ないですよね。全然大丈夫です。あ、よかった。ここが米谷さんが最も気になっていたのは2階の雨漏りの跡だ。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。一回屋根屋さんに来てもらって、この部分的にちょっと瓦剥がしてもらって見てもらったんですけど、なんか横から前に台風で水がこうバーッと雨で入った時にルーフィングの下まで水が入ったような形跡があったっていうふうに言ってて、でその時に漏れたんじゃないかっていうことです、ね、これで今度もう一回雨が漏っちゃうと、はい、今度クロスが張った、直して張った時にもうボワッとなっちゃう。そうですよね。天井見てみたいな。そこからいやー結構すごいな。広い。ちょっと写真撮っておりますね。はい。結構ね、やばかったです。やばい。あ、そこの真上がこういう状態なんですよ、はい、瓦の方が中に入り込んでて、はい、向こうの洋間の方の屋根がちょっとかぶってきてるんですけど、はい、ここがもうものすごい隙間が空いちゃってるんで、浮いちゃってる。あ、それで水が入ってきて、それで水が入ってきて、だから入ってくるときは、横殴りとかで入ってくるときは、はい、かなりの量入ってくると。うわ、板金で塞いでもらえば全然大丈夫です。目安として数万円から何十万っていう、屋根吹き替えとか瓦交換とかそこまでは至らない工事だと思うんで、うん、これ結構あれあれですよね。あ、そうですか。古いと、うん、今の住宅って高気密なんで屋根も壁も隙間は全くないんですけど、この年代って結構通気のためにあえて隙間にしているとかっていうのもあるんで、これはちょっと一番ちょっと問題ありな箇所ですね、はい、不動産投資の楽町ファーストロジック。一通り確認を終えた米谷さん、教わりながらリフォームを進めることに。今からこの和室の、畳を洋室にするにあたって、その高さを調整しながら根田を敷くっていうのを上野さんに教えてもらいながら、あのやりたいと思います。僕自分であの進めてたんですけど、高さが合わず、このまま引くとレベルが合わなくて、あの不格好な形になりそうなので、下の板材に歪みがあり、その上に根田を止めてしまったため隙間ができてしまっていたようだ。まずは打ち付けていたビスを抜いていく。スープ入れられるタイプですよ。あ、水平器、レーザーの水平器だと部屋全体でこの波取れないんですよね。あ、これだと部分部分で曲がってるかどうかっていうのは分かるんですけど、はい、全体で1本引いて、こう波を拾っていけないんで、これいくらぐらいするんですか。それ安いやつなんで2万ぐらい。あ、安くて2万なんですね。
レーザーを見て根太が水平になっているかを確認しながら作業を進める。最初ビス打つときに、はい、ビスって最初入りにくいんで、はい、ドリルがあるんですよ。これで下がよう打つときに気持ち斜めにまっすぐ打っちゃうと、はい、あの抜ける力があるんで、はい、ちょっと気持ち斜めに抜けにくいよ、こういう感じで打ってくる、うん、こういう感じ、はい、頭が隠れるぐらいでいいです。あ、はい、わかりました。こうぐらいですか。ヨネヤさんの挑戦。上野さんのアドバイスを受け、黙々と作業する米谷さん。下の板材が歪んでいる部分は、根太の下に小さな木材を入れて、水平に調整しながらビスを打つ。歪みでこういう風になっちゃうんですか。ですね。ここが沈んじゃってるんですよね。歪みが大きい部分には木材を多めに入れる。上野さんの監督のもと作業することおよそ1時間。床が水平になるように根太を調整することができた。これ一通り一応周りは枠は出来上がりです、はい、ここにあのボンド、はい、ちょん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 って刺し普通のボンド刺していけばもう固まるって動かなくなって、あ、スクリーンさんある程度行っててもこういう調整とか必要ない家も中にはあるんですか。いやほぼほぼ出ます。やっぱりパッキン調整は。であとこれを打つときは、はい、今ここの場合は こっちから打つんですよ、こういうふうに。あのこの抜けるのに対してものすごい強くなる、はい、こう入れるとですか。そうですそうです。両方からビスの本数が倍になっていくんで、はい、この間に入れていくのは大変です。不動産投資の楽町ファーストロジック。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。もういろいろと学びが多かったので、まあ、よく調べてやらないとダメだなって思いましたね。ビス違うの使っちゃってたりとか、表面的にはそれっぽく見えても結局こう長期で住んだ時に何かこう問題が起きないようにリフォームをしないといけないなっていうふうに今日思いました。しっかりとやり直して、まあ、入居付け早くできるように頑張っていきたいと思います。まあ、実際にまあいろんな動画見たりとかいろんな人のやり方見たりするのも一つなんですけど、あとはまあこうやって本当は実際に一緒にやってみるっていうのが一番早いのは早いですね。ただよくあるのが雨漏りしたからあのシールで自分でやってみたとか、完璧に仕事ができてなくて当時水が漏ったとか、二次被害みたいなことがよく起こるので生活に支障が出るっていうところは、まあ、安易に本当に手を出さずに。そうですね、本当初めのうちは造作とか、まあ、先ほどの柱を取っちゃうかなどうかなっていうのもこれ本職でも悩むところだと思うんですよ。ただその辺の見極めはプロに任せて、あとはそれを予算と比較してそれをやることによって実際家賃上がるのかどうかっていう最終的なところ、そこと、まあ、比較していくのもこれからの勉強じゃないですかね。
ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。無事に大家デビューを果たせるのか、米谷さんの挑戦はまだまだ続く。